皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は佐藤康光九段のいろんなエピソードを紹介するぜ。羽生世代の中でも突出した強さだった佐藤康光だから、いくつもの興味深いエピソードがあるんだ。それは楽しみね。結構な変わり者であることを知ってもらえると嬉しいぜ。変わり者なの？慌てるな。それをこれから話すんじゃないか。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。佐藤康光のこれまでのタイトル獲得数は13回で、これは歴代7位になるんだ。一つ上の順位にいるのは米長邦雄で19回獲得してるんだ。タイトル戦の登場回数も7位なので、出場と獲得のバランスは悪くないようにも見えるんだが、残念ながら、タイトル戦を行い、タイトルを獲得できた割合は 35% 程度になっているぜ。これは、他のタイトル常連棋士と比べると、だいぶ低くなってしまっているな。私知ってるわ。どうせ全部、羽生善治のせいなんでしょ？全部、ではないけど、羽生善治に阻まれたタイトルはかなり多いな。ちなみに現時点では、タイトル獲得数13回で同率7位の棋士がいるんだが、知ってるか？それを教えてくれるのが、魔理沙の役目じゃないの。まあ、そうなんだが、それが藤井聡太だ。あら、藤井聡太はもう7位なの？これからもまだまだ勝ちそうなのに。そうなんだぜ。しかも、タイトル戦でのタイトル獲得率は 100% という化け物じみた記録を誇ってるぜ。出場したタイトル戦、全部勝ってるとか、本当に人間なのかしら。佐藤康光は2002年から2007年までの6年間、棋聖戦を連覇したことで永世棋聖の資格を与えられているんだ。永世棋聖資格っていうのは、これまで5人しか獲得していないんだぜ。あら、すごいじゃない。それから変わった記録として、増田幸三賞を2回受賞しているんだ。どんな賞なの？興味深い、独創的な手を考え出した人に贈られる賞かな。最初に言ってた、変わり者っていうのはそういうところから来てるのかしら？それもあるな。増田幸三賞を2回受賞した人は、これまでに全部で4人しかいないから、これもなかなかにレアな記録なんだぜ。変わった手を指すのが趣味の人じゃないと、なかなか2回ももらえそうにないわね。とは言っても、佐藤康光はもともと変わった手を指すのが多かったわけじゃないんだ。最初は定石系を指すことが多くて、正統派棋士の一人だったんだ。ところがライバルの羽生善治が強すぎてさ、このままじゃいけないと、意識的に棋風を改造したら、人が変わってしまったんだ。改造人間にされてしまった、なんて言ってたわね。2005年頃から、序盤戦術に改良が加えられていったようで、最初に増田幸三賞をもらったのは2007年の時だったんだ。その後は、いい手を指しても仲間の棋士には真似をしてもらえないような状態だったぜ。どうしてそれがいい手になるのか、プロ棋士の視点からでも難しかったかららしいぜ。プロでもわかりづらいなんて、よっぽどよね。最近 A 級棋士になった中村太一の動画で、佐藤康光の次の指し手を当てなさいという企画があったんだ。あまりにも予想外の手すぎて、これがなかなか当たらないんだ。当たらなすぎて、きっと普通の手を指すはずがないんだという先入観にとらわれてしまい、最終問題は、どう考えてもこう指すのが普通なのにどうしてこれじゃいけないんだろう？と、初めから、その普通の手を可能性から外してしまうほどだったんだ。その普通の手が正解だったの？そうなんだぜ。だけど、あの人が、そんな普通の手を指すはずがない。そんな先入観を持たれるほど、佐藤康光の手は普通じゃないというのが、プロ棋士にとっても常識になってるんだぜ。それは、よっぽど普段から普通じゃないことをしてるのね。ただ、佐藤康光本人としては、論理的に考えていったらそうなっただけで、自分自身としては、普通に当たり前のことをしているだけ、というつもりではいるらしいんだぜ。自覚がないって怖いわね。こんなことを言うと、佐藤康光はヤバいやつみたいに思われてしまうかもしれないな。ファンキーな棋士っていう印象を受けてるわ。いや、むしろ真面目すぎるくらいの真面目さんなんだぜ。そうは聞こえなかったけど？じゃあ、誤解を解いておこうじゃないか。今では将棋ソフトというのが有名になったけど、そのきっかけになる出来事が、将棋電王戦だったんだ。その第一戦が米長邦雄対ボンクラーズで、ボンクラーズの勝利に終わったんだ。しかし実は、これより前の2006年に渡辺明対ボナンザという対局が行われていたんだぜ。これに渡辺明は勝つことができたんだが、実は、最初は対戦相手に佐藤康光が選ばれていたんだ。どうして対戦相手が変わったのかしら？佐藤康光は対局を断ったんだ。プロとして対局に挑み、コンピューターに負けたら自分は引退しなければいけなくなる。ってな。
そんなに重いものなの？当時会長だった米長邦雄も、そんな硬いこと言うなって、ちょっと遊びで刺すだけで1000万円ももらえるんだ。とまあ、そんな説得をしたようだ。ところが佐藤康光は、その言葉にカチンと来たのか、ちょっと先生、そこに正座してくださいと指さしたんだ。あ、怒った。プロが将棋を指すのに遊びということがありますか。先生はそんなつもりで指してきたんですか。正論でグーパンする人なのね。米長邦雄も、やばいところに触れたと思ったのか、居住まいを正してお説教を聞いたらしいぜ。打診の仕方を間違えたと、悔やんだそうだ。米長邦雄は、相手がどういうタイプか考えない人だったのかしら。いや、全然そんなことはないぜ。むしろ、この人ならこう指すというのをかなり正確に読むタイプだったはずだ。それでも佐藤康光の反応は予想できなかったのね。それだけ、佐藤康光の真面目度が普通を超えていたってことだな。霊夢は記号って知ってるか？聞いたことはある気がするけど、何だったかしら。将棋棋士なんかが書く、一歩千金とか飛翔とかの色紙を見たことがないか？あ、あれね。いくつか見たことがあるわ。ああいうのを記号と言うんだ。で、普通は記号は右から書くことになってるんだぜ。つまり、一歩千金と書いてから、最後に左側に段位や名前を書く、という順番だな。そういうルールがあるのね。ルールというかしきたりというか、そういうことになってるんだ。ところが、佐藤康光は左の名前から書くって言うんだ。あら？やっぱりファンキーなんじゃないの？いやいや、これにもちゃんと理由があってだな。ちなみに、結構な棋士が名前から書くんだが、その理由は、書きやすいからなんだぜ。筆で右から書き始めると、名前を書くときに手が色紙について汚れてしまうだろ。だから、それを避けるために左から書く方が書きやすいってことなんだぜ。筆だとそうかもしれないわ。私もよくやるもの。霊夢はどうやって筆を持つんだ？あれ？そういえば私筆持てないわ。気のせいだろ。前世の記憶かしら。ところが佐藤康光の場合は、将棋指しの名前に価値があるのです。だから、先に重要な自分の名前を書くんですよ、と言ってるんだぜ。芸能人のサインみたいなものだよな。そうよね。サインなんて名前しか書かないけど、それが大事なんだもの。そういう意味では確かに納得もいくんだが、やっぱりあんまり主流の考え方ではないかもしれないな。当時将棋連盟の会長だった谷川浩司は、その考え方は無理があるんじゃないですか？と首をかしげていたそうだぜ。谷川浩司も真面目人間だものね。ところで霊夢、いろは坂って知ってるか？何それ？将棋と関係があるの？将棋とは関係ないんだが、佐藤康光とは関係するんだぜ。栃木県の日光市の有名な坂なんだが、とにかくカーブが多いんだ。車で通るには、注意が必要だぜ。そうなの？で、それがどう関係するのよ？あれは1995年の王将戦第2局のことなんだが、日光市の中禅寺湖で対局が行われたんだ。あ、まさか。当時まだ車の免許を取り立てだった佐藤康光は、どうしても車の運転がしたかったそうだ。そこで、対局の観戦とドライブを兼ねて、車で日光まで行くことにしたんだ。その時の同乗者が、羽生世代の同期でもある森内俊之だったんだ。その対局の開催日は1月24日。真冬だよな。そうね、山の中は雪だって積もりそうよ。そんな中をタイヤのチェーンも準備せずに入り込むなんて、自殺行為もいいところだぜ。だから、慎重派の森内俊之は、駅で車を止めて、そこからはバスとかで行こうと提案したんだ。有名ないろは坂に入り込むのはまずいと止めたのね。今にして思えば、英断だったな。おかげで無事に対局会場には着いたんだ。谷川浩司対羽生善治の対局は、谷川浩司の勝利で終わったんだ。決着も早くて、17時頃にはみんな帰り始めていたんだ。佐藤康光たちも帰ることにしたんだが、そこに羽生善治も加わったんだぜ。どうやら、佐藤康光の運転技術を知らなかったみたいでな。最初は車内で会話があったらしいんだが、途中からは静まり返ったそうだぜ。高速道路が初めてだったという佐藤康光は、おっかなびっくりで運転していたから、見ていた二人は気が気じゃなかったそうだ。羽生善治が佐藤康光の車に乗ったのは、それが最初で最後だったらしいぜ。いろは坂には行かなくてよかったわね。ほんとだぜ。では次のエピソードだが、イベントでの放送対局を取り上げてみよう。これは2012年に行われた将棋の日のイベント対局、次の一手名人戦の話だぜ。これはプロ棋士が普通に対局するんだが、
時々対局を止めて、次に指す手をクイズとして出題するんだ。何それ、面白そう。一度間違うと回答権を失ってしまうんだが、最後まで当て続ければ賞品がもらえるんだぜ。ただ、一問も当てられずに終わってしまったら、お客さんたちも悲しいだろうから。最初の一問目はみんな当てられそうな、優しい問題を出すみたいなんだ。いい心遣いね。その時の解説者が佐藤康光で、最初の問題がとても簡単だった。さすがにこれは、次の手は1種類しかないんじゃないのというタイミングで問題を出したんだ。あ、じゃあここで出しましょうと言われた時の、羽生善治の笑顔はとてもにこやかだったぜ。え、ここみたいな。これ、問題として成立するのっていうくらいの局面だったからな。で、まあ、当然のように回答者は全員が正解したようなんだが、その時の立ち会い人は谷川浩司でな、正解を発表するときに、今から解説を変わった方がいいのかなと思うんですが、と軽く注意を促してるんだ。ちょっと私も反省してます。申し訳ありませんでした、と佐藤康光も謝ってたぜ。本人としては、そこで出題したのは、自分は結構慎重なタイプだから、ということだったな。会場には受けたんでしょ？つかみはオッケーだったな。さて、最後のエピソードとしては、会長就任の話をしてみるぜ。今では将棋連盟の会長として有名よね。これは2016年に発生してしまった、不正ソフト使用問題の結果として、谷川浩司が会長を辞任したことで、その後を継いだ形になるんだ。会長になって最初の大仕事が、不正使用問題の解決だったんだから、辛い時期に就任したもんだぜ。ただ、就任当初から、会長としての信頼のおける対応をしたことで、将棋ファンからは支持されていたと思うぜ。そうだったの？ソフトの使用疑惑については、連盟側の説明には不十分な点が多いと、結構最初の頃から指摘がされていたんだ。質疑応答にも、十分な時間をとっていないじゃないか、とかな。ところが佐藤康光は、記者会見の際に、連盟側がこれで記者会見を終わりにしますと、終了時間が来たことを告げた際にも、独断でいや、まだいいですよと質疑を続行したんだぜ。あの時期というのは、本当に将棋界に対する不信感が強かったんだが、それを改善することに、尽力したのは間違いないぜ。この時はすごく大変な時期だったようで、居酒屋でやってられねえと荒れたりもしたそうだ。山積みの問題押し付けられたら、そうなるわね。ハブ世代の友人たち、森内俊之とか千崎学なんかがいてだいぶ助かったんじゃないかと思うぜ。会長としての仕事は相当忙しかったはずなんだが、意外と将棋の方の成績は良かったんだ。研究している時間なんかないはずなんだが、将棋ファンが心配したよりも好成績を出し続けたぜ。一日が24時間じゃない世界にいたんじゃない？そう思えてしまうような活躍ぶりだったぜ。ただ、今年の4月に、会長の退任を表明したんだ。来年で将棋連盟ができてから100周年ということで、記念の年の会長を引き継いでもらった方がいいだろうってな。次の会長は誰になるの？羽生善治が役員選挙への立候補を届け出たんだ。だから、まず間違いなく羽生善治が次期会長と見られているぜ。羽生善治はまだタイトル戦に登場したりもできるくらい、現役棋士としても活躍中だけど、会長の仕事で支障は出ないのかしら。やっぱり、その辺を心配する人も多いよな。でもまあ、佐藤康光だって会長をしながら好成績だったんだし、羽生善治も、会長しながらタイトル100期を達成するかもしれないぜ。そうね。次の100年が、さらなる発展の年になるといいわね。そうあってほしいものだ。というわけで、佐藤康光の面白いエピソードを紹介してきたぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃ、まったねー。